アンノウンとの戦いから3ヶ月後、平穏な生活を送っていた仮面ライダーアギと津上正一は再び悪の気配に感応し、建設間もない原子力発電所に来ていた。なんだ、あんたたち。なんだこれは。2004-1988、これは年号だ。それを見たからには死んでもらおう。新しいアンノウン、仮面ライダー。この時代にも仮面ライダーがいるのか。仮面ライダー、この時代。お前たちは何者なんだ。それにこの装置に映っている年号は一体。死ぬ前に教えてやろう。2004年の現在、そしてお前の手の届かない過去の3つの年。我々はその全てで同時に計画を実行しているのだ。どれか一つの時代でも計画が成功すれば歴史は塗り替わる。我々の世界が到来するのだ。死ねえ仮面ライダー。我々の時空を超えた計画はお前には止められん。時空を超えた計画、なんとかしなくちゃ。発電所の地下になんでこんな場所が。あれは我々のアギトを見たやつは生かしておけん。死ねえ。あ、これは。これは通信機。まさか過去だ。この時代にも仮面ライダーがいるのか。過去にもアギトの力を持つ人がいたとしたら、きっとこの場所に来るはずだ。宿敵シャドウムーンの復活から2ヶ月後、ゴルゴムとの戦いを繰り広げる仮面ライダーブラック南光太郎はただならぬ悪の気配を察知し、稼働を止め荒廃した地熱発電所に来ていた。これはゴルゴムの仕業か。悪い予感がする。この廃墟には何かある。何者だ。お前はゴルゴム怪人。ゴルゴム、何のことだ。死ねえ。これは。よくぞここまで来た。貴様、何者だ。仮面ライダーブラック。これは驚いた。奇遇だな。我が輩の名もブラック。何、まさか仮面ライダーにも我が輩と同じ名を持つ者がいるとは。貴様がどんなやつかは知らんが、この世にブラックの名を持つ者は一人で十分だ。やれ！これは。貴様も溶けてしまえ。デストロン鎧元帥との戦いを繰り広げる仮面ライダー V3 風見四郎は、悪の気配を察知し、人影のない奇妙な地熱発電所に来ていた。この感覚は。デストロン、ここで何を企んでいる。よみがえった我々はもはや組織の一員などではない。やがて来る闇の世界の住人なのだ。なんと、やがてお前たちの世界は大地の叫びとともに終わりを告げる。待て、デストロンではない。闇の世界、世界の終わり。これは奴らの仕業に間違いない。侵入者は生かして返さん。俺様のデッドマンガスであの世に送ってやるわ。博士、なぜこんなことに。ライダーマン、どうしてここに。 V3、 お前こそ。ライダーマン、頼む、俺に構わないでくれ。先には行かせん。この電池ムチで黒焦げになるがよい。震源はすぐ下だ。コバルト爆弾、これをマグマに投下して地震を。奴らの計画はこれだな。だがこの爆弾は一体どこから。爆弾は上から運んでいるのか。あのトラックを追えばコバルト爆弾のありかを突き止められるに違いない。あそこか。ここまで来られたことは褒めてやろう。だがここがお前の墓場だ。死ねえ。仮面ライダー、このコバルト爆弾工場を失っても終わりはしない。使えなくしたはず。まだ他に何かあるのか。仮面ライダー、これ以上我々の邪魔はさせん。お前たちの計画に必要なコバルト爆弾はもうない。闇の世界とは一体何だ。我々の計画は爆弾だけではない。だがお前がそれを知る必要はない。死ね仮面ライダー。一体この装置は何だ。ゲルショッカー出現から1ヶ月後、仮面ライダー1号本郷猛は謎の言葉を残し飛び去ったドクガンダーを追って地熱発電所に来ていた。奴が逃げ込んだのはここに間違いない。妙だな、人の気配がなさすぎる。ん？おかしい。正気ではない。操られているのか。変身して戦うわけにはいかない。私は何を。そうだ、思い出した。あの女。女？そうですね。突然現れた女が次々と私たちを。お願いです、仲間を、みんなを助けてください。わかりました。あなたは外へ避難してください。仮面ライダー、お前はそこで死になさい。作業員を操っているのはお前だな。町女、ここで何を企んでいる。間もなくやってくる理想の世界、その住人となる我々怪人軍団の前にはお前など石ころ同然。それにこの計画はお前の手の届かない未来で進められているのよ。なんだと。諦めて死になさい。私はね、地獄でも決して忘れなかった。お前に倒されたこの悔しさをね。こっちパンに全員いるね。誰か聞こえますか。未来からの通信。こちらは2004年。誰か聞こえますか。こちらは1972年。聞こえるぞ。